稲本、横山、早坂といったね、こう、はい、まあ、ベテランの力っていうのがこうちょっとこれチャンスですよ。さあバンホスがボールをキープして、さあこれも1対1になるが、中に入れてフリーになっている、シュートを放って決まった、うん、先制ゴール、ヴァンフォーレ甲府、森晃太、いや決めましたね。およそ1年ぶりの公式戦でネットを揺らした。いやこれ一番難しいようなシュートだったんですけどもね、本当キーパーの菅野の位置を見て冷静に流し込みましたね。結果を求めたいと試合前に話していた森、まさに先制ゴール。本当菅野のこう圧力っていうのが見れたと思うんですけど、はい、まずこのバホスのランニング、でこのラストパス良かったですよね。ここ菅野のね、目の前に襲ってくる姿が見れたと思うんですけども、うまくこう脇の下抜けましたよね。いや冷静でしたね。バホスも先ほどその森がシュート